社会は小学校及び中学校における教科の一つ。中等教育学校の後期課程及び高等学校においては地理歴史、公民に分類される。本項目では主として現在の学校教育における社会について取り扱う。関連する理論、実践、歴史などについては社会科教育を参照。社会は児童生徒に対して 科学的な社会認識を形成し、それを通して公民として生活するための資質を育てることを目的とする教化である。科学的な社会認識の形成とは幅広い社会諸科学を手段として人間社会のありさまを理解することを指す。こうした社会認識を子供たちの内面に形成することによって現代の社会に主体的に参加する態度やより平和で、 より民主的な社会を創造する力を育成することが本質的な強化目標である。なお、現在の学習指導要領では、こうした考え方を広い視野に立って社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的、多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、国際社会に生きる民主的、 平和的な国家、社会の形成者として必要な公民的支出の基礎を養う。と述べている。知的障害者に関する教育を扱う特別支援学校を除けば、現在の社会化は制度上において初等教育の第3学年から前期中等教育の第3学年までの強化となっている。ただし、後期中等教育において、 社会科の内容を継承させた内容は、地理歴史と公民の二教科が必須教科としてある。小学校社会も参照。かつては第一学年より設けられていたが、現在では第三学年からの履修となっている。中学校社会も参照。中学校では学習内容は大きく、地理的分野、歴史的分野、公民的分野の三つに区分される。 原則として、地理と歴史は、第1学年より同時並行で学習し、それらの学習を終えた後に、第3学年に公民を学習する形式が一般的であるが、第1学年に地理、第2学年に歴史、第3学年に公民を学習する形式、第1学年から第2学年にかけてに地理と歴史を学習し、途中で学習内容に応じて、 公民的分野を補助的に学習し、第三学年に改めて公民を学ぶ形式を取る学校もある。2012年より2008年国時の中学校、学習指導要領が完全施行されたことに伴って、2011年度までのパイ型をベースに、履修形態が、第1.2学年が、地理、歴史の同時並行で学習し、第三学年では、歴史、 公民の同時並行で学習する形式を採用する学校が増えている。なお、2012年度の教科書配本については、2年時は、地理は、新規配本、地図及び、歴史は、前年次の持ち上がりとなり、3年時は、公民は、従来通り3年時での新規配本となるが、歴史は、前々年時より利用していた、教科書を、継続利用することになる。 高等学校地理歴史化、高等学校公民化も参照。かつては社会化を置いていたが、学校教育法施行規則、学習指導要領上、現在の高等学校及び中等教育学校の後期課程には社会化がなく、地理歴史と公民を置いている。ただ、現在の高等学校でもまとめて社会ということがあり、 地理歴史と公民の両方を受け持つ教員も多い。また、大学入試センター試験でも、分割直後の1997年1月実施分からは、地理歴史と公民とで別々の実施に知事が設定されていたが、2016年現在は同一の時間帯に実施することとしている。この社会科分割の経緯については、社会科教育歴史を参照。また、 学習内容の詳細は、地理教育、歴史教育、公民教育を参照。ただし例外もあり、知的障害者を教育する特別支援学校の高等部に設けられる教科には、社会科がある。知的障害者を教育する特別支援学校の小学部においては、すべての学年を通して、教科、生活を学習し、小学部において、理科、家庭科同様に、 社会は設けられていない。特別支援学校の中学部においては、他の前期中等教育を行う学校と同様に、教科、社会が設けられている。この他、特別支援学校のうち、知的障害者を教育する特別支援学校の高等部においては、社会科が設けられているが、他の後期中等教育を行う学校と異なり、地理歴史と公民は設けられていない。 中学入試、高校入試、大学入試において、国語や数学などとともに入試の強化となる。中学入試、高校入試では、地理、歴史、公民の3分野が均等に出題されるが、大学入試においては、世界史、日本史、地理、現代社会など、複数の科目を選択する形で出題される。ただし、国語、社会、数学、理科、 英語の語教科の中では最も出題されにくく、そのためかこれらの中ではやや軽視される傾向にある。知的障害者に関する教育を扱う特別支援学校の高等部では流通、サービスが商業に相当。そのため、1984年4月2日から1985年4月1日生まれの児童は、第1学年は理科と社会の授業を 第2学年は生活の授業を受けている。受験案内大学入試センター。ありがとうございます。